はっきり言っておくと、みんながトムについていく理由が分かったよ。本当にな。もちろん奴の言う文明の復興なんてのは大嘘だ。だが正直あいつを嫌いだとは言えない。その一方でクリムの残虐さと言ったら、それでも仕切ってるのはクリムじゃない、トムだ。奴が救世主でありブッダだったとしても、同一のことなんてできやしないね。我らがキャプテン殿、あなたなのですか？セミョノフ、まだゲートを警備してたのか。嘘だろ。さあ、俺です。なあ、それならここを開けてくれ。はい、キャプテンさあ、開けます。ご期待喜ばしく存じます。キャプテンさあ、俺もだ、俺もだよ。サム、到着する前にお前に聞いてほしいことがある。お前はいいやつだ。正直で優しい。会った時からいいやつだった。お前は持ってた銃を下ろしたよな。同志を見つけてくれたことを、これからもずっと感謝する。だから正直に言おう。トムに潜水艦を渡すことはできない。ダメなんだ。どれだけリスクがあるかはすでにお前に言った。だから繰り返しはしないが、わかるだろう。もうずっと前に船を海に穴を開けて沈めればよかったのに。だけどできなかったんだ。わしの魂を殺すようなものだからな。船に罪はない。長い間わしらを支え続けてくれたんだ。だがこうなっては仕方ない。わしらが捕まった場合に備えて燃料棒に爆薬を仕掛けてある。これが起爆装置だ。わしは追われる身だが、お前ならトムの親友だし交渉もできる。わしが合図をしたらボタンを押すだけでいい。案ずるのは核爆弾じゃないさ。だがわしの船は完全に使えなくなるだろう。誰であろうとな。お前が故郷へ帰る手段がなくなっちまうが、わしはお前のことをよく分かってる。トムの要求に応えるつもりはないんだろう。わしが間違ってるなら全て放り出しちまえばいいんだ。まあ、とにかくよく考えてくれ。いいな。俺には頼れる奴がいないんだ。信じてくれてありがとう。がっかりはさせない。そんなアメリカに帰ることが一番の目標だったサムに、この潜水艦、唯一の潜水艦を爆破しろと。どうしたらいいの？サム、正しい決断をしてくれたかな。正しいとは？これがひょっとして分岐するエンドがあるってことか。我らがキャプテン、では失礼します。慌てるな。
まずは手錠だ。それからポケットの中も。一体何事だ。やめろ。なるほど、新人か。はい、さあ、すみません、我らがキャプテン。お会いできて嬉しいです。俺もだよ。すみません、武器は所持できないので調べさせていただかないと。大丈夫だ、分かってるよ。調子はどうだ、結婚したか。まだです、我らがキャプテン。忙しくて。よくやってるよ、ビティア。お前は成功するって分かってて。こいつも調べるとしよう。必要ない、サムは仲間だ。よく戻ったな。ああ、どうもキャプテン、ご無沙汰かな。いやあ、こんにちは、トム。ご無沙汰ではないと思うが。そうか。じゃあまあそうなんだな。1年もそこで新鮮な空気を吸ってれば、俺が潜水艦の指揮を取ることに同意するだろうな。新鮮な空気？あそこは空気がこもってて仕方ない。心臓に悪いか。まあその年じゃな。いや、いつも近くにお前がいるせいだからだ。こっちも気が楽だ。お前から遠く離れて後悔できて。ん？何の音だ。敵と手を結ぶことをなんて言うんだ。休戦か。休戦だ。よし、船を任せるぞ。海に出られるか。ドックのゲートが開いてればな。制御したクリムの手下が押さえてるから。今は無理だ。部下は何人いる。奴らを食い止める程度は。それも弾が尽きるまでですが、敵は多すぎます。トム、考えがある。俺が忍び込むから、奴らの気を引いてくれ。一人でか？数じゃ勝てないから、奴らにバレないようにやるしかない。そうだな。お前が抜け出すまで時間を稼ぐ必要があるが。できるか？もちろんです。ならすぐに取り掛かるぞ。サム、奴らを抑えておく。だがな、油断するなよ。サム、合図を待つんだ。了解だ。頑張ってくれ。ありがとう。こうなったか。おっと、ガンガン撃ってきてる。最後の一押し、発電所。ああ、はいはい。OK、装備を整えよう。最終戦っぽいから、荒々しくドンパチかと思ったけど、
数が多すぎるから気づかれないようにクリムの部下を減らして、反逆者どもに告ぐ、武器を捨て直ちに降伏しろ。クーデターは失敗し、潜水艦は我々が抑えた。抵抗するなら手段をいとわんぞ。なんてトムは言ってるけど、戦いに行くのはこちらだ。つまり早速支配者気取りってわけか。みんな聞くがいい。お前たちの人の事故を邪魔する者や、歯向かったり汚いものを見るような目を向けてくる連中は撃ち殺すんだ。分かったな。降伏したい者は全員殺せ。反逆者どもに告ぐ、警備隊を差し向けたぞ。これ以上の抵抗はやめて警備隊に投降するんだ。血を流さずに済む。少しでも抵抗すれば命の保証はしない。進みますか。あ、いたいたいた。そうだ、これでトムの方に気が向いてる間に、あれ、今このドア、あ、開かないんだ。さて、バレないようにつってもな、バレてるぞ何人かには。焼夷弾で攻撃だ。いってえな。待って、スナイパーにしよう。オッケー。まだいる。まずこの辺の敵を片付けちゃおう。あそこにもいる。結構出てくるけど無限湧きかな。あかん。そこから先に進むと無限湧きっぽいな。さあバレないように行こう。あげ。まだ来るかな。必要なアイテムは特にないからどんどん進もう。あらら、ちょっと登れない階段。ここはまだバレてないのかな。はてな。こっちだな。発電所に入るぞ。いいぞ、そこで照明を消せれば弊社で動きやすくなるだろう。よし、バレてないな。あ、そうだ、投げナイフにちゃんと切り替えて。ぐっすりと。下のやつらが喋ってんのかな。ライトが多いな。あ、これを切っちまえば。切ったら警戒してこっちやってくるかな。それでもこんだけライトついてたらバレちゃうから消しちゃおう。いるよきっと。さあ参る。おーっと、
まだ喋ってんのか。下にいるのはこいつだけかな。クリムが喋ってる。おいクリム、お遊びはおしまいだ。そっちの奇襲は失敗に終わり、もはや私たちに触れることさえできない。直ちにバカな真似をやめ、仲間を皆殺しにされる前に降伏することだな。ああ、無理以下に閉じこもってるチキン野郎が何を生きがっている。夢見てんなよ。煙で蒸してボケた頭を探してやる。攻撃を中止しろ。もう交代に訓練してやるんだ。ちょっとここ明るいな。あ、後ろ向いた。腹パン。ん？よし、これも切っちゃおう。ではこれを先に切った方が良かったやつか。まあ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 。ふっ。ん？なんだこれは。サプレッサーかな、先端についてんのは。よくわかんないけど、まだ喋り声がする。ここはなんもない。先に進もう。おっ、やりやがんな。サム、ギフトは大成功だ。ゲストは大喜びだった。一つしかなかったのが残念だよ。今、最後の弾薬箱を開けた。弾が尽きたらハッチを閉じるからな。その後はもう援護できない。用心しろよ。了解。ほんとやろうか。どいつもこいつも吹っ飛ばしてやがって。ダンスパーティーでも始めるつもりか。こいつは肌からハイレートの爆地だった。だがお前が価値金を上げたか、俺はそれに応じたまでだ。もう容赦しないぞ。時間がどうなろうと、お前を焼き殺してやる。さあ、ナギナイフ中心の戦闘で行こう。おお、結構いらっしゃるな。まあ、バレたらバレたでドンパチだ。奴らハッチを閉じやがった。だがこれで終わったわけじゃない。ハッチや検問、あたり一帯の隅から隅までしっかり見張ってろよ。ネズミ一匹見逃すんじゃねえぞ。連絡の取れない人がある。奴らは別の隊を出してきたんだ。潜水艦の見張り以外は別の隊の捜索に当たれ。奴らの首を取ってこい。そのうち死体もバレるかな。ここを登るとしよう。あ、ちょ、サブレサーついてない。さあ、ドンパチ行こう。強いこの武器。最近ステルスばっかりだったからね。なんてステルス失敗した言い訳を言ってみるけど、大した強くないな。
足を、おっ、めっちゃ接近してくるじゃん。いただき、クリームの部下と、うわ、うわうわうわ、打たれ強いな。クリムの部下という名のただの悪党ってわけでもないの。なんかアイテム、まだいる敵、開かない。医療キットをどっかにないかな、補充したいな。サムです。な、はい、こっちだけ仲間死んでるけど気づかなかったか。どの辺で警戒してんだろう。ああ、バレてそうだね。ちょっと待ってね、アイテム、アイテムがありそうなんだ、この辺ありそうなんだ、ここめちゃくちゃ。ライトっぽいの消しとこう。あ、消してくれ。なんもないか。あ、なんもあった。プチ警戒状態？